以前、吉田茂里さんのところで、その吉本さんが、もう晩年ですけども、一回その昭和、あれなんだ、昭和女子大記念、瞳記念講堂っていうのかな？で、何千人かってのかな？公演やった時があって、その後、なんか動けなくなったのか、家か、自宅から、何かその、当時そんなに、今みたいな、ズームとかなかったんで、簡単に配信できるシステムみたいなのを開発したって人がいて、そのシステムを使って、紀伊国屋の、書店の、なんかホールかなんかに、画面を置いて、中継したことがあったんですね。自宅から。で、その時は、結局吉本さんは、目がかなり悪くなってて見えないはずだったんですけど、昭和女子記念の時には、なんかそんなに、なんていうんですか？困った感じはなかったんですけど、カメラ、まあ、どんなカメラだったか知らないですけど、中継の時は、いろいろ喋って、そこでしか語られてないこともあったんですが、聴衆がつかめないというか、見てる、カメラ相手だと、一体どこに向けて語ってるかわからないということで、なんかそっち、あの、えっと、途中でやめたわけじゃないんだろうけど、もう、それ再公開、もう一回録画したやつを再公開するなったのが全部なくなっちゃってて、そこでしか語られなかったこととか、が消えたんですね。それ今、伊藤さんのサイトで見れるのかどうか知らないですけど、あれはあそこでしか語られてないこともあったはずなんで、公開した方がいいとは思いますが、まあ、それは別として、なんていうんですか、カメラ相手だと、見えないっていうふうに思ったらしいんですね。で、聴衆相手だと、一応なんか、でも、まあ、あの時は結構数いたからな、結構まあ、吉本さんの名前で結構お客さん来てました。でもまあ、僕が見てる限り、周りの、話がなくなって寝ちゃってましたけど、来てた人とか結構、それとか、その前だったか前後して、現代支庁、50周年記念かな。その時も、時間が押してるのに、吉本さんが喋っちゃってて、なんか、なんとなく、みんな反対できない感じで、吉本さんがどんどん喋っちゃってて、それが許されてる感じになっちゃってるっていう感じもしなくもなかったんですけど、その時もだから目が悪いからそんな観客とか、まあ人が来てる雰囲気あるんでしょうけど、なんか、普通に晩年はなんか一方的に喋る感じだったんで、モノローグですね。で、もともとそうだったのかもしれないですけど、観客がいてもいなくても同じじゃないかと思うんだけど、やっぱりその観客が実際いるのと、やっぱカメラ相手だと違うみたいですね。なんか変わらないんじゃないかと思います。もう思うし、でもいてもいなくても同じだって感じで、喋るのと、やっぱりそうじゃないのとは違うのか。で、まあ、一時東工大の特任教授って肩書きで、それも、だからビデオ授業ですよね。芸術言語論とか、何やってんだろうな。それもまあ、インタビュアーみたいな人が来てたから、話したのかもしれないですけど、まあ今思えばそのインタビュアーの人だって、中原中也氏は撮ったかもしれないけど、別に吉本さんのこと知ってるわけじゃないですからね。だからよ読んでない、なかったら知らなかったりしたらそもそも質問なんかできねえだろうとか思うんですけど、あれとこれと、それとはどうなったんですかって理論的な問題があるんで、で、多分理論的な問題をちゃんと吉本さんにそのまま、質問した人って結局ほとんどいなかったんじゃないですかね。特に晩年なんかは何でしたっけ？要するに、大新聞に出ることもなかったのが、大新聞のインタビューに、連載っていうか、インタビュー的な連載ですね。文学についてとか、いろんな世の中の事件とかに、そういうのに出た時にも、あれ、結構話題になったんですよね。今までそういう出なかったのに出たようになったとか言って。まあ、テレビも出てなかったんですけど、で、まあ、それはまあ、食えなくなったからだとかいうふうな話、自分で、
行くのがあったらどこでも出るしかないだろうみたいなことも言ってたような気もしますし、で、その時も、その、なんていうんですか、まあ、文学について聞き書きとかやってて、その、理論的な問題はわからないと。で、何でしたっけ、その、だから時々、だから吉本隆明の名前だけは知ってるっていうふうな新聞記者みたいな人に、何がいいかっていうふうなことを話になったときに、だから、マチュースシロを読んでもわかんなかったなんていう人にね、その大新聞、毎日新聞とかに出てきた時の、読売とかは産経も出てたんじゃなかったかな。まあ、産経はインタビューとかありましたよね。で結局その、はめられたとか言ってたな、そういえば、その時、オウム事件の時で。で、まあ、それは別にしてなんだ。その、夏目漱石を読むとか、日本近代文学の名作とか言ったような、その、新聞記者にのインタビューを集めたような本の方が、まあ、入門書っていうか、それはそれなりに面白く読めるんで、それはどうですかっていうふうな話について、まあ、馬鹿にするな、みたいな感じでね。なので話がちゃんちゃんと終わってしまうと。じゃあ何を読めばいいと思って。初期化要論を読めてでも言うのか。じゃあアフリカ的段階を読めとでも言うのか。例えば、源氏物語論とか、サネトモ論とか。だから、宮本とサネトモなんか、割と面白いと思いますけど、じゃあ、サネトモ読めっていうのかとかね。じゃあ、そんなことになったら、じゃあ、サネトモどうですかってさって、どうせ読まないだろうって。ですから、西行論っていうのは、のと、サネトモ論っていうのと、源氏物語論っていうのがありますけども、じゃあ、それ読めって言ったら読まないでしょっていう話で。読む動機ないですからね。でそもそも源氏物語を今読むのかって。源氏物語の名前出したら山口正夫にその、権威づいたものを名前出したらいいんだって怒られた時ありますけどね。で、吉本さんが言うには、あれですよね。源氏物語は与謝野晶子役でいいんだと。与謝野晶子みたいな世代の人たちはなんかその、読まされてるの、音で、音読で読まされてるから、なんかリズムが身についてるみたいな話をしてたような気がしますけど、で、結局その、原文で読まなきゃダメなんていう人がいるけど、その、だから原文で、古文でも解釈があるんで、これが絶対だっていうふうにならないとか、いろいろな問題があって、吉本さん自身は馬鹿にしてましたよね。原文で読まなきゃあんないって人。でも結局まあ、源氏物語の研究者というか、カルチャーセンターなんか行ってるような人でも原文から読まなきゃダメだっていうふうになんか言われちゃいますけどね。でも大体何が書いてあるか分かればいいっていう話があって、その、源氏物語なんかが雅な世界とか言ってなんか勘違いしてる人がいるから、そんなんじゃないよっていう話を、だったら大体よそんな人でもいいんじゃないかとか思いますけども。それとか、その、まあ、日本近代文学の名作に書かれている、その、いろいろな、まあ、例えば、志賀直哉で言えば、暗夜行路とか、谷崎で言えば、ささめゆきとか、そういう、それぞれありますけど、あそこで、その、安田与十郎の、日本の足か、あれだけはちょっと違ったかな。まあ、どっちにしろ、あれだけはね、ちょっと、ね、あまりにもつまんなくて、僕読めませんでしたね。まあ、読もうと思えば読める程度のものですから、ただ、ちょっと、バカバカしいっていうか、あまりにも古びてるように思えたんで、日本の足と、西洋の足はこう違うなんて、こじつけだろうと。で、まあ、今、まあ、夏目漱石論っていうので、その、何でしたっけ、今まで賞を取ったことなかったのが、小林秀夫賞って、なんか、にわか仕立てみたいな感じで、作った賞を取って、その、あと、曹村の駅亭賞っていうのを、全詩集みたいなのに対して付与されたのかな。あと、宮沢賢治賞みたいなのあったんだかな。あれは何に対して与えられたんだろうか。いや、まあ、どっちにしても、今までだから賞なんて、取ることもなかった。まあ晩年ですね。晩年だから功労賞みたいな感じで、功労者にあげるって感じで、その、闘争歴定賞と、
小林秀夫賞ですか。でも小林秀夫賞に取った作品とか見ても、まあ別に、なんか、あれなんか傾向あるんでしょうね。でなんか知り合いが、いいんなれば受かるとかそういう話なんでしょうね。すべてが。でも吉本さんだからいろんな賞の批判してる、だから仲間内で回してるだけじゃないかって言ったけども、バナナさんが取った賞も、結構仲間内の人たちがね、やってた感じもあったし、バナナさんの初めのお化け話ですね。で、もうお化け出しちゃったらおしまいだろうって感じがあるんですけど、それで、結局吉本がバナナと付き合ってて、オカルト好きやめられないのがダメだって、噂の真相のお好みさんとかが言ってましたけどね。本当かなっていう気もするけど、まあ、オカルトっていうか、まあ、あんまり信じてないっていうのは明らかですけど、なんてバカな話、まあ、精神世界の人たちの話聞いてても、だから、面白いけど、なんてバカな話するんだとか言ってますし、そんなに真面目に受け取ってないことは確かであって、そういうところにはない。まあ、吉本さん自身の関心っていうのは、いろいろ、まあ、理論的に言えばあるんですよね。生まれる前と生まれた、死んだ後っていうのを、だから同一に考えられないかとかね。遺伝子以外に、だから遺伝子が残って、人間の努力とか、血と汗になって涙が消えていくわけですけども、吉本さんの定義で言えば宗教の問題というのは、宗教っていうものが存在、遺伝子以外に残るものがあるのかっていうふうな話に設定にしてましたね。そういうふうな話で、晩年やってたわけですけど。だから、死を内在化するっていうか、内在的文明史と外在的文明史と内在的精神史って言い方してて、それでマルクス的な、外在的な文明史、エンゲルス・マルクス的なものを、内在的な、フロイト的ななんか、課題になんか置き換えるっていう、まあ、ここら辺はよくわからないんですが、一体何のこと言ってるのか。結局、だから心的現象というか、幻想論みたいなところに、を拡張していって、内在的精神史に外在的文明史を包摂するようなことができるんじゃないかっていうふうな言い方をしてましたけど、その意味合いがよくわからない。要するに客観性と主観性の対立のなんか超えるみたいな話になっちゃうと、どっかで聞いたような話になりますし、そういう脈絡ではないっていうことはわかるんですが、特に現象学に対する批判とか、ヘーゲルの現象学に対する評価とかを見ると、言ってることの枠が違うっていうのはわかるんですが、内在的精神史に全て含んじゃって、要するにマルクスを、フロイトの中にマルクスを埋め込んじゃうってことですよね。それで世界を語るってことになっちゃってるんですけど、そんなことは可能なのかと。まあ、吉本さん自身フロイトを批判したとかしてないとかいろんな話もありますけども、そこで言ってることは、あれは世界認識の方法だったかな。なんか、精神史の中に文明史、だから物質とか技術の歴史とか、経済の歴史とか、外にある社会史みたいなものを全部、だから、精神の歴史の中に解消できないかって言い方ですね。そうなると、そうすると、その三つの幻想論っていうのを生かしていって、そういうふうに仕分けしていくことができるの、できるというか、そういうふうに考えようとしたのかもしれないですけど、そのテーマっていうのは、それほど、まあ、引き継がれてはいないですね。枠自体が、なんか手がかりがつかめない。ヘーゲル、カントまで遡って、もう一回言い換えてもつかめないし、吉本さんが言ってるような感じのヘーゲル自体は本当に吉本さんが言ってるのヘーゲルはヘーゲルではないし、やるし吉本さんが言ってるのはマルクスもマルクスではないし、マルクスが言ってるヘーゲルもヘーゲルではないし、まあカントが言ってる、ヘーゲルが言ってるカントもカントではないと。で、それぞれずれてしまうので、まあ一旦だからそれデタッチメントというか吉本さんが言ってるヘーゲルやマルクス評価っていうのは一旦なんていうんですか、削除というか、ペンディングしておいて、また
吉本さんが言ってるマルクスとかヘーゲルって言い方で言うのはおかしいのであって、ヘーゲルとマルクスとまた別個に立てて、それで吉本さんがやってることで差し引いた後に吉本さんに何が残るかってことをやらないと、いつまで経ってもヘーゲル、吉本さんが言ってるヘーゲルとか吉本さんが言ってるマルクスって話になっていくので、ただこういうことを言っただけでも吉本に批判してるとかね、吉本に批判する必要ないとかね、一旦批判しなければ次に展開しないっていうことがわからないのかっていう話ですけども、で、結局、批判をしないってことは乗り越えようとしないってことなんで、乗り越えようとしないってことは結局全部をつかめないってことになりますね。その庇護のもとに行くって枠の中にいて、そのまま終わってしまうと。認識を拡張するという言い方ではならないかもしれないけれども。で、まあ、あと、で、まあ家族も存命ですし、いろいろ問題があって、もっと突っ込んでいくとこうじゃないかってことあるんですが、やはりその、吉本さんについてこうやって言えるのは、まあ亡くなったから言ってるとか、それで言うと、例えばその、東大全共闘対三島由紀夫で、その、全共闘側にいたの小坂周平さんとか、東大の、イラスト西洋哲学史って書いてた人ですけど、それ亡くなったんで、ちょっと言えることがあるかもしれませんが、その、やはり引きずってることがあって、全部言えないっていうのはやっぱり生きた人間には付きまとう。だから一人の人間が死なないと、世界が完結しないっていうか文学、言えないことって常にあると。まあ、結局山口さんが死んだり、その、吉本さんも亡くなって、小坂さんもいきなり死んでとか、いろいろ振り返って、まあ、それでもまだ引きずってるものがあるんで、結局、墓場まで持っていくというか、言うと迷惑がかかるんで、持っていかざるを得ないことなんでしょうね。それで、いわゆる生身の人間というのは、結局、半分ぐらいは、無意識の中に生きてるんで、その無意識について、あれこれ論評して批判してもしょうがないということもありますし、その、現実に、なんていうんですか。あと、まあ、現実とその、人物とその、言ったことは関係ないよという言い方もできる。ただ、小坂周平さんは、結局、全共闘なんだけど、資本論は全部読んだことないって言ってましたし、経済学批判要項を読んだと。あれは面白いんだと。いろんな哲学とその経済学の重ね合わせみたいなのが出てきて面白いんだと。と言ってましたけど、というふうなことを言われたんで、経済学批判要項を買ってみたって、まあ、読んでみたけども、結局まあ、僕の見た感じで、結局資本論を書くための、前置きでしかないし、前段階でしかないし、で、剰余価値確説値っていう、だから、資本論4巻とかも言うやつだって、結局、資本論で書いたことの正当化に過ぎないし、で、資本論自体も結局、その、剰余価値イコール搾取。で、搾取イコール剰余価値イコール資本っていう感じで全部イコールになってるので、その搾取、を本源とするならば、その搾取ということをまた別の形で取り出さないと、実体論になりますので、で、確かに搾取っていうのはあるんですが、すべてが搾取って言ってしまうと、搾取じゃないものがどうやって生まれてくるかわからない。あ、というかまあ、マルクスの考えで言えば搾取じゃない、資本主義の社会にいるという、この社会にいる限りはもう搾取以外のものはないんで、搾取してない会社なんていうのはないってことになりますよね。基本的に。だから、この社会っていうものを維持しながら、その、マルクスが記述したように貨幣資本で、生産資本、労働力と原材料と生産手段を購入して、それで商品資本を作って、それを、
流通費とか倉庫費とか含めて商品資本を販売して、またそのキャッシュ資本を回収して、もう一回生産資本に投入するっていう循環を維持している限りにおいて、そこでその、なぜその、初めのカフェーションと後のカフェーションで、儲けっていうか、剰余価値が生まれてるかって言ったら全部搾取だとしか言ってないので、これはだからそんな、具体的な、だからその想像のプロセスとかが全部、写真しちゃってるわけですよね。だからその、そうするともう想像力っていうもの自体、この社会においては、その搾取されるためのシステムの一つに過ぎないとなってしまうんで、ただそれはだから一種の機械論で、その、二極化していって、まあ、いつか破裂するとしか言ってないって。その先に予言はない。だから、それをだから、それをどういうスケールで見積もるかによって、いくらでも、なんていうんですか、言い逃れようができるっていうか、搾取するものとされるものが破裂するまでのプロセスっていうのは、どんな長い期間で見るかとか、で、国家論もないって言いますけど、結局だから、国家論って言ったって、搾取するために必要な枠っていうしか見てないですから。だから、それが国家だって言い方で、レーニンみたいにして、破壊してしまえばいいってなってしまう。で、それだけじゃないって言っても、まあ、原則ですからね。搾取が剰余価値で、それが資本であるっていうのは。だから、やっぱ、相入れなくなってくるわけですよね。その柱を認めるならば。だから修正するとしたら、だから、なんていうんですか。その直線的に搾取が、どんどん二極、格差を生んでいって、破裂にあって、非線形的とか言いながら、結局ごまかしですよ。だからあちこち、だから多様化して、そんな簡単に破局に至らないんだとか、言って、なんか、ごまかしてるだけだって、そういうふうな言い方でなんとかなるわけでもないと。なんで、で、この辺のところ、なんで、だから結局、資本論でないものと資本論を合体させて、なんとかの資本論とか言うわけでしょ。そう、だから、一貫してるわけですから、他のものと次来ちゃってダメなんですよ。だから、それじゃあ、吉本さんが言ったみたいに、ヘーゲルとか、行ったり、拡張したりして、なんとか逃れるかって、逃れらんないわけで。やはりそこら辺のところは、ちょっと、やっぱ重要な問題としてあるので、だから吉本さんがマルクスから出発し、ヘーゲルとかマルクスから出発して、ヘーゲルに訴求するっていうところで、世界認識っていうなら、そこに対してどういうふうな対応を決定するかっていうところを見なかったらば、意味がないじゃないですか。しかもヘーゲルっていうのはカントの批判をやってって言いますけど、じゃあそのカントを超えてんのかって話になりますけど、超えてないじゃないですか。ないとも言えるじゃないですか。だからそうしたらば、そういうの、吉本さんが言ってる世界認識の方法っていうプラン自体が破綻していくので、違う軸を持っていかなかったらば、そもそも生き延びさせることさえできない。こんな当たり前のこともわからないのかっていう話になってくるので、バカバカしくなってるんですね。語ることが。